トゥールーズフットボールクルブはフランストゥールーズを本拠地とするサッカークラブ。1970年 US トゥールーズとして創立。1977年に現在の名前に改名され、同時にチームカラーも赤と白から現状の紫と白に変更された。1982年ディビジョンアンに初昇格し、1986から87。 シーズンは過去最高の3位で終了している。1994年にディビジョンズに降格した後は低迷し、2001年には財政の破綻が原因で三分落ちを経験した。これを受けてチームはユースの育成に力を入れ始め、監督にはエリクモンバエルツが就任わずか2年でリーグアンに復帰を果たす。近年は残留争いを演じていたが、 2006年に監督兼、ゼネラルマネージャーにエリー・ボーを招兵。2006から07シーズンでは、ユースの強化がここに来て実った結果、上位への躍進を果たしクラブ史上初のチャンピオンズリーグ予選出場権を獲得した。しかしながら、2007から08シーズンは再び、広角の危機にさらされた。トゥールーズ FC のライバルは FC 自論団、ボルドーである。 この2チームの対戦はガロンヌダービーと呼ばれている。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。